今週も始まりました、春日部紬の埼玉金玉ラジオの時間です。皆様ご機嫌いかがでしょうか。アーシは生理中でとても機嫌が悪いです。近づくとぶん殴りますから気をつけてください。それでは最初のお便りを紹介します。ラジオネームずんだもんくそったれさんからですね。紬さん、おはきんたま。はい、おはきんたま。昨日の戸郷くんの完封勝利にはしびれました。紬さんの目から見てどうでしたか。そうですね、アーシもしびれましたね。ここぞという場面で三振を取るところとかね、最高でした。現在の巨人のエースは間違いなく戸郷ですね。エースといえばこんなお便りも来ています。ラジオネームずんだもんバカチンコさんからです。紬さん、おはきんたま。はい、おはきんたま。菅野投手はいつ帰ってくると思いますか。これね、全然見通しが立ってないみたいですね。ファームでもまだ全然投げてないし、5億円もらってる選手がこれでいいのかなってのは思います。それでは次のお便りです。ラジオネームずんだもんイカレ大豆さんからです。つむぎちゃん、おはきんたま。いつも楽しく聞いています。はい、ありがとうございます。広岡選手と鈴木投手のトレードについて評価を聞かせてください。これね、驚きましたね。まだシーズンは長いし評価は難しいんですけど、今のところはいいトレードだったのかなって思いますね。今季巨人は中継ぎが不安材料であることは明らかだったし、ここ数年中継ぎエースだった高梨ですら不安定ですよね。一方内野手は門脇とか中山とかね、ある程度若手が光るものを見せ始めてたしね。トレードの狙いは理解しやすいよね。で、鈴木投手まだそんなに投げてないけど球も速いし、それなりに戦力になりそうだよね。広岡もさ、オリックスでヒット打ったし、寂しい気持ちもあるけどさ、頑張って活躍してほしいよね。才能は絶対にある選手だからさ。はい、それでは次のお便りです。ラジオネームずんだもんうんこくさいさんからです。麦麦、おはきんたま。はい、おはきんたま。僕は阪神ファンです。村上投手の覚醒についてコメントください。阪神ファンにするコメントなんてねよ。二度とメールを送ってくるな、バーカ。はい、次のお便りです。つむぎさん、おはきんたま。タイムフリーでよく聞いています。はい、おはきんたま、聞いてくれてありがとね。秋広選手がここまで活躍すると開幕前に予想できましたか。失礼ながら僕は全くしていませんでした。秋広くんね、今すごいよね。全くとまでは言わないけど、アーシもそんなに予想してなかったよ。まあ昨シーズンよりはやってくれるよねくらいだよ。っていうかシーズン始まってもしばらくはそんな感じだったよ。なんだろうね、この1ヶ月くらいの爆発は。笑うセールスマンから何か買ったのかなってくらいだよね。ただプロの世界は厳しいからさ、多分どこかで疲労が出てきたりすると思うんだ。ずっと最後まで今の調子をキープはできないと思う。まだ3年目だし、過度に期待しすぎずに応援しましょうよ。では次のお便りです。ラジオネームずんだもんいらないさんです。春日部さん、おはきんたま。はい、おはきんたま。埼玉県民として西武ライオンズの山川選手の事件についてどう思いますか。これはね、捜査中の事案だし外部から素人がコメントするのは難しいね。ごめんね、報道はチェックしてるよ。はい、それではここで一曲お届けします。多分このチャンネルのリスナーさんは聞いたことがないと思います。昔の曲だからね。鏡音凛でストレート。
に出る。君はすぐ隠す。どこかにある金玉スタジオから全世界へ放送しているかすかべつむぎの埼玉金玉ラジオ、後半もよろしくお願いします。ここからはゲストの方にも入っていただきましょう。今日のゲストはこの方です。こんにちは、ずんだもんなのだ。ずんだもんさん、お久しぶりです。久しぶりなのだ。番組への出演は約半年ぶりだそうですが、元気にされていましたか？実は心臓の病気が悪化してあんまり元気じゃなかったのだ。あ、そうなんですか。今も薬を飲み続けているのだ。大変ですね。本当は
は手術をするのがいいんだけど、お金がないのだ。そうですか。つむぎちゃんも健康には気をつけるのだ。わかりました。それでは心臓の病気を押してスタジオまで来てくれたずんだもんさんと一緒に、まずはこのコーナーです。宝焼酎一気飲み、気絶するまで飲みまくれ。このコーナーはゲストの方に25度の宝焼酎をストレートで一気飲みしてもらい、どのくらいで気絶するか、その量を勝負してもらうコーナーです。ドン。今日もおなじみの4リットルペットボトルをご用意しています。今までの最高記録はめいめいひまりさんの700ミリリットルですね。彼女、番組放送後に飲酒が学校にバレて退学になってしまったんですけどね。ずんだもんさんは陽性ですから、そのあたりは大丈夫ですよね。法律とかそういうのは大丈夫なのだ。ということで新記録を目指してグビグビっといっちゃってください。でも僕は心臓が悪いのだ。焼酎を一気飲みなんてしたら死ぬかもしれないのだ。それは大変ですね。はい、それでは準備はいいですか？断れないのだ。お金に困ってるんですよね。のだ。じゃあやらなきゃ。のだ。はい、それではスタート。ごくごくごく、ぐぼう。あ、スタジオを汚さないでくださいよ。焼酎の一気飲みはきつすぎるのだ。そうなんですね。それでは気絶するまで続けてください。うっ。ごくごくごく、ぐぼう。ぐは、ぐっぐ。苦しい、苦しいのだ。心臓が苦しいのだ。まだ意識があるじゃないですか。気絶するまでやめちゃダメなんですって。救急車、救急車を。うっ。もう仕方のない人ですね。というわけでゲストのずんだもんさんでした。本当は次のコーナーもゲストと一緒にやるはずだったんですけど、急遽アーシ一人でお届けしますね。次のコーナーは秘密のプライベート目撃談のコーナーです。このコーナーは私たち合成音声キャラクターや様々な有名人のプライベートの目撃情報を勝手に暴露していくというコーナーです。そうですね、アーシは最近四国メタンさんが四国地方の4県を愛媛、香川、島根、山口と言ってるのを聞きました。皆さんはちゃんと全部言えますか？あとはですね、リアルタイムの出来事なんですけど、ずんだもんさんが床に倒れてぐったりと動かなくなっています。邪魔なんで蹴ったり踏んだりしているんですが、全然反応がありません。一体何があったんでしょうか？早く救急車が来るといいですね。ディレクターさん、救急車を呼んでないんですか？アーシが呼んだと思ってた。アーシは呼んでないですよ。それではここで一曲お届けいたします。これも昔の曲ですね。死体について歌った曲です。鏡音凛で You are Corpse。So
春日部紬がお送りしてきた埼玉金玉ラジオ、今週もエンディングのお時間です。楽しい時間を一緒に過ごしていただきありがとうございました。番組では皆様からのお便りを引き続き募集しております。あんなことやこんなこと何でも送ってきてくださいね。お便りを読ませていただいた方の中から抽選で1名様にアンシのスマイル埼玉パワーをプレゼントいたします。にっこりニコニコ。ただし阪神ファンてめえらはダメだ。もしも今度メールをしてきたら3日間寝かせて熟成させたアンシの激臭酒いけつを送りつけるからな。覚悟しとけよ。それでは阪神ファン以外の皆さん、また来週ラジオの前でお会いしましょう。大好きです。バイバイ金玉。